案内役のアミカです。南西諸島4姉妹の中ザム部隊配備計画について今回は詳しく見ていきますね。沖縄メディアは米軍基地の悪口しか取り上げませんが、南西諸島4島の島民の方はひしひしと中国の脅威を感じているんですよ。目を覚ます時です。2021年度に入り、ますます尖閣諸島周辺や台湾周辺において、これまで以上に露骨な挑発を繰り返す中国の動きを牽制し警戒する陸上自衛隊は、奄美大島、沖縄本島、宮古島、石垣島にミサイル部隊を配備し、南西諸島の防衛を強化している。陸上自衛隊では、これらの島々に車両に搭載されて、移動可能な、中ザムと呼ばれる射程 50km の、マル3式中距離地対空誘導弾部、タイと同じく、移動可能な射程百数十キロメートルの、一二式地対艦誘導弾部隊の配置を進めている。また、鹿児島県種子島の近海にある馬毛島には、アメリカ海軍の空母艦載機が、FCLP、陸上離着陸訓練を行う、滑走路などを建設して、今後は、アメリカ海軍だけでなく、出雲、型護衛艦の艦載機 F35B、ライトニング2の訓練にも利用される。さらに、最も台湾に近い西端の与那国島では、すでに配置されている沿岸監視部隊に加えて、電子戦部隊が配備されるなど、これらのために、現状で、西南諸島には、陸上、与那国、航空各自衛隊合わせて、9000人以上の人員が配置され、今後さらに増強される予定とされている。そして、11月からは、南西諸島をはじめとして、日本各地で、自衛隊とアメリカ軍による、統合演習が実施されている。この動きに対して、沖縄本島の沖縄タイムスが、12月13日に、立て続けに、批判的な記事を発信しており、それに対して、インターネット上では、現状認識が不足しているのではないかとする声が上がっている。また、沖縄タイムスは、同じ13日に、崎森の肖像、自衛隊、沖縄移住50年、というコラムの中で、陸自、共犯の記述変更、日米作戦、国内有事に限定せず、指揮者、海外での戦争示唆との記事を載せている。この中で、陸上自衛隊の共犯である、野外霊が、2017年の改定の際に、日米共同作戦において、我が国への侵略を排除するためとされていた文言が、我が国の平和と安全を維持するためと変更されたことについて触れ、琉球タイムスや沖縄新報が、よく記事を載せている、軍事問題研究会の桜井博之代表が、自衛隊とアメリカの共同作戦を、日本の有事にのみ限定していないと指摘したとして、自衛隊が、海外で戦争を行うことになるとの懸念を表明している。この自衛隊が、日本本土以外の場所で、戦闘行為に参加する可能性については、すでに、存立危機事態として、2015年9月に、安倍政権が成立させた、日米安保関連法に規定されていて、そのことについて、朝日新聞が、2018年2月26日付の朝刊に、記事を載せているの。朝日新聞の記事では、存立危機事態とは、日本が集団的自衛権を使う際の前提条件であるとして、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合、このことで日本の存立が脅かされ、国民の生命と自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態を指すとされている。そして、日本政府が、この事態であると認定した上で、他に、適当な手段がなく、必要最小限の武力行使であるとの要件を満たした場合は、首相は、
自衛隊に対して防衛出動を命令することができるとされていて、2017年の野外令改定は、この2015年の法案で規定された存外危機事態の規定に従ったものであり、いつの間にか改定されたものではない。近年、南西諸島の自衛隊を増強している理由は、野外令に規定された存立危機事態が想定される台湾有事への備えであり、また、日本の領土である尖閣諸島の防衛と南西諸島防衛は必須であり、今の中国の軍事的野心を考えれば、それは、子供でも理解できる話であろう。また、記事中では、アメリカ海兵隊は、SSM、地対艦ミサイルを保有していないため、海兵隊は、基地を守る術がなく同盟国である日本を頼っているとし、日本の防衛のための防御的な装備が、米軍の軍事的優位に寄与するという側面を持ちつつあるとして、記事を締めている。しかし、現在のアメリカ海兵隊は、これまでの方針を変更して、EABO、前方展開前基地作戦戦術を進めており、当初などへ、ミサイル部隊やロケット部隊を緊急展開させて、防衛に当たるべく、小型で、移動式の SSM、ネメシスの開発を急いでおり、間もなく配備される見通しとされている。今回の統合演習でも、そのことを想定した内容の訓練が実施されていて、海兵隊は、陸上自衛隊のサポートがなくとも、自軍の基地くらいは、守ることができるのである。そして、さらに、沖縄タイムスの記事の中では、第一列島線について触れているのであるが、そもそも、これについての認識が間違っている。記事の原文では、自衛隊が、与那国島から、奄美大島までの琉球湖の島々に展開する南西シフトは、中国が太平洋に進出することを日米で防ぐ第一列島線と位置づけられていると書かれているのであるが、これはとんでもない認識不足である。第一列島線とは、中国が一方的に打ち出した戦力展開の目標ラインのことであり、その呼び名をアメリカが名付けたに過ぎない。中国は、九州から奄美、沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島に至るラインを、中国海軍と中国空軍における作戦区域として、その内側にアメリカ軍を侵入させないとする、対アメリカ国防ラインなのである。勝手に、他国の領土を、自国の防衛ラインに組み込むなど言語道断であり、それが、南西諸島を中国に組み込むことを前提として発せられていることを、沖縄タイムスの記者たちは認識すべきであろう。中国が沖縄を中心とした南西諸島を自国の支配下に置こうとしているのだから、自衛隊が配備されるのは当然のことであり、日米安保条約に基づいてアメリカ軍が共同作戦を担うのも当然のことなのだ。沖縄を含む南西諸島に軍事基地があるのは、沖縄に押し付けているのではなく、沖縄が中国に狙われているからであることを、沖縄の左翼メディア各社は理解すべきである。中国は、本気で、台湾に侵攻を企てるであろうし、その際には、ついでに尖閣諸島のみならず、南西諸島、少なくとも、先島諸島から、沖縄本島までの空港がある島々に侵攻してくる可能性は高い。その時にアメリカ軍も自衛隊も基地を引き払って南西諸島から撤退していたら、中国軍が危機として進駐してくるだけのことで、沖縄県はあっという間に中国に編入されてしまうだろうし、たとえ基地が残っていたとしても反対運動によってその増強ができないままであれば、難なく占領されてしまうであろう。そこまで理解した上で、基地反対運動を先導しているのであれば、内地から何を言おうと、仕方のないことであるが、果たして、沖縄県民のすべてが、中国人として生活することを望んでいるのであろうか？